はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。覚醒日の神むちゃくちゃ強すぎる。今日はね、前回一瞬ボーイを逃したので、今日こそは一瞬ボーイをね、仲間にしたいと思います。早速一瞬ボーイに遭遇することができました。ここはね、桜ビジネスガーデン12階のステージ35ですね。このステージがね、一番一瞬ボーイ出るんじゃないかと思っています。まあ僕の経験上だけどね。そしてこのステージがね、一番なんかポイントがね、稼ぎやすいんですよね。そしてワイマネーや経験値もこのステージが結構稼ぎやすい。まあちょっとね、難易度高めなんだけどね。さあやっていきたいと思います。一瞬ボーイ、一応好物ソフトクリームあげました。さあこれでね、懐きやすさはかなり上がってるんじゃないかと思います。まあちょっと今回ね、懐きの妖怪は入れてないのですが、まあ、今回使っている妖怪画面の下の方に出しておきます。闇キュービ、うすら影族、命取り、勇まし、椿姫、勇まし、そして生ハゲブシニャン、まあ勇ましっぱプラスうすら影の闇キュービというパーティーですね。闇キュービはね、ポイント玉に対するダメージが特大ということで、結構今回のイベントではね、連れて歩くといいんじゃないかと思います。さあなんとか今回一瞬ボーイゲットできたんじゃないかと思います。これ一瞬ボーイだよね、どう見てもね。さあフィニッシュです。さあ早速一瞬ボーイ使ってみたいよね。どんな感じなんだろうね。もしかしたら覚醒日の神にね、なんかあるかもしれないしね。さあワイマネーもゲットです。さあ妖怪レベルも上げていきます。50ポイントゲットです。一瞬ボーイ、一瞬ボーイと友達になりました。 D ランクか、微妙だな。さあ早速使っていきましょう。試すのは隠しステージ1の正宗ですね。こちら相手に一瞬ボーイ、一瞬ボーイじゃない、一瞬ボーイの実力見てみたいと思います。一応スペック的にはね、 D ランク妖怪、必殺技が瞬間エモーションランということで、なんでしょうねこれ。刹那の素早さで敵1匹に突撃する威力9ポイント、まあ、スキルレベル1の状態でですけどね。そしてプロフィールの方が見た目は一寸かっこ3センチほどで、まあ少年の姿をしている。小さい上にとても素早いので、運よく彼に出会えたとしても一瞬で見失うことになるだろう。まあ要するになかなか仲間にできねえぜということだそうです。さあフィーバータイム必殺技順番に出していきます。生ハゲ、さあいよいよ一瞬ボーイ、おお、これか。威力はまだスキルレベル1というのもあって大したことないよね。まあ D ランク妖怪なんでね。まあでもだけどこのアクションはかっこいいよね。どうなんだろう、これからガシャに追加されるのかどうか、そのあたり分かりませんが、まあイベント限定なんでね、とりあえずゲットしておくのがいいんじゃないかと思います。さあレベルも上げていきます。さあ皆さんはもうこの一瞬ボーイゲットしましたでしょうか。コメント欄で教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。